さあ、オッズとしては結構拮抗してはいましたけど、さあ、速攻竜の方見れますね。どんな編成だろう。いや、手駒渋いな。まあでも、コンボスキル2倍持ちはいいですけどね。ただ、アタッカーがいないんで、あ、でも相手いきなり6か。それは弱いな。まあ、L と X 打ってですよね。ただ、こっからアタッカー引けるかどうかだよな。あと、ランタイも引けるかどうか。ランタイがなったら結構きついんでね。しかも相手結構 HP 高いな。村正はいるか。しかも相手もなんか地味にオーラ引いている。で、マフェリ上か。いや、毒ダメージ普通に釣れんだよな。なるほど。これ、どこ行くんだろう。どこ行く？あ、そこなんだ。飛ばせるか、それ。ロックに、もう一枚のロックに関してはもうあのカンライズ引いてるんで、まあ、問題なんす、ないんですけど、村正とか来たらどうすんのこれ。村正は来なかった。ここで竜フェリー引いても飛ばすのきつくないか。あーでも竜も強い。あ、でも竜も打てないわ、これ2枚返しだから。いや、これ、これきついよ、それ。それきつくない？どう？竜フェリー引いてワンチャンぐらいか。待って、でも竜フェリーだったらいけるのか。でもロック来るよな、多分。カンライズ打っちゃったらロック来ますよね。あ、でもロック来なかった。竜フェリーが 1.44 の、あ、ランタイ来た。あ、でもこれ竜フェリー引いても飛ばせないですね、これ。仮に竜フェリー来たとしても、これ 14,918 なんで、どっちにしても飛ばせないですね、これ。それにランタイいたら、さすがに飛ばせるんですけど、うん、まあ飛ばねえよな、どう考えても。まあ S 駒の差もこれはありますけど、でも結局マフェリー1枚でもね、この進行しちゃったら最後ハールドワールドじゃなくても多分飛ばせてるんで、まあこうですよね、今の速攻竜は。